シャドウ・ザ・ヘッジホーク。僕の記憶に刻まれているのはこの名と、あの忌まわしい映像だけ。マリア！僕は一体何者なのか。そして僕がマリアと呼ぶあの女、彼女は。人間どもがどうなろうと、僕には関係のないこと。シャドウ、シャドウ、間もなく約束の時が訪れる。一刻も早く我のもとに、すべてのカオスエメラルドを集めるのだ。なぜ僕の名を知っている？約束とは一体。面白い。七つ集めると奇跡を起こすというカオスエメラルド。その石に僕の答えがあるというのなら、必ずや手に入れてみせる。世界の主要6都市に突如出現した正体不明のテロリスト集団黒の軍団の攻撃によって、各地で深刻な被害が発生しております。中でも我が軍の兵力が最も手薄だったウエストポリスの都市部はほぼ壊滅状態とのこと。なお未確認情報ですが、ウエストポリスにて黒いハリネズミを目撃したとの報告が。シャドウ、黒いハリネズミを発見次第黒の軍団ともども即刻始末せよ。しかし、彼は以前。構わん、やつは我らの敵。これは命令だ。私は騙されんぞ。必ずこの手で息の根を止めてやる。本部より各機動部隊に緊急連絡。現在ウエストポリス市内に潜伏中とみられる黒いハリネズミシャドウ・ザ・ヘッジホークをテロ事件に関与した重要容疑者として手配中。各隊員は容疑者を発見次第、生死を問わずその身柄を確保せよ。邪魔だ、そこをどけ。止まれ、抵抗すると撃つぞ。愚かな。見事だ、シャドウ。貴様何者だ。記憶がないというのか。まあよい、それはすぐにわかること。今は時間がない。次は連邦政府のメインコンピューターに侵入してもらう。良いな。無論。大統領、たった今届きました連邦情報局からの報告によりますと、ウエストポリス地区を占拠したテロリスト黒の軍団は軍の抗戦により撤退。未だ抗戦中の5都市においても我が軍優勢との情報が入っております。また情報局のメインコンピューターが何者かにハッキングされたとの報告があり、連邦捜査局では今回のテロ事件と同一グループの犯行とみて捜査しております。各長官に伝えてくれ、我が連邦国は決してテロには屈しないと。かしこまりました。かつて偉大な二人の英雄によって救われたこの星、彼らの功績を無駄にしないためにも。必ずや我々人類の手でこの星を守りきってみせる。
ターエッグ。ドクターがあの黒い奴らの正体を知っているのでは。あれはカオスエメラルド。シャドウ、お主もか。ドクター、僕はドクターと争うつもりはない。わけあってカオスエメラルドが必要なんだ。そのカオスエメラルドを。やかましい。世界中のカオスエメラルドは全てわしのもの。それを邪魔する者は誰であろうとわしの敵じゃわい。貴様もあの黒い奴らともよ、叩き潰してくれるわ。大統領、緊急事態です。何？各都市で鎮圧の兆候を見せていた黒の軍団ですが、これまで以上の圧倒的兵力でここセントラルシティを包囲しています。なんだと。シャドウよ、教えてやろう。お前が失ったという過去の記憶、それは人類への復讐に満ちた記憶だ。人類への復讐。そう、かつて究極の力を手に入れたお前はこの卑しい人間どもに全てを奪われた。思い出せ、人類への恨みを。そして最高の恐怖をもって奴らに報復するのだ。ようやく気づき始めたようだな、人類がどれだけ愚かで醜い生き物か。さあ、儀式のための最後の前準備だ。良いか、あのスペースコロニーアークには星をうなつ恐怖の破壊兵器、エクリプスキャノンがある。星をうなつ。さよ、 100% の威力を発揮するには7つのカオスエメラルドが必要だが、それでは明日の儀式が台無しになってしまう。明日の儀式。さあ行け。人類自らが作り出したあのエクリプスキャノンでこの星に恐怖と絶望を与えるのだ。司令本部、アークル司令本部、緊急連絡。手配中の黒いハリネズミシャドウを発見。まっすぐエクリプスキャノンのコントロールルームへと向かってきます。よいか、シャドウを絶対に取り逃がすな。命に代えてでも必ず奴をその場で始末するのだ。了解。我々はこの星を制するためにやってきた天よりの使者、ブラックアームズ。我々に歯向かう愚かな人間どもよ、武器を捨て無益な抵抗はやめるのだ。もはや貴様ら人間どもがいかに無能であるかは明白。くそ。今日よりこの星は我ブラックドゥームが支配する。なんということだ。では手始めに、この星の無能な指導者には消えてもらおう。何？恐怖と絶望に満ちた新たな時代の幕開け、存分に味わうがよい。
丈夫ですか？私のことは心配いらん。それよりセントラルシティの市民たちは？ご安心ください。一昨日の避難勧告により全員安全な場所へ避難しております。そうか、よかった。何事だ？司令官、敵襲です。1000を超える黒の軍団が本部上空より飛来、第一ゲートを突破されました。何？報告によりますと、軍団を率いているのは例の黒いハリネズミとのことです。シャドウ？そんなバカな。悪魔め、ついに正体を現したか。艦内に緊急連絡、全機動部隊はゲート前で臨戦態勢。対テロリスト用機動兵器ディアブロン出撃準備。しかしあれはまだ未完成のはず。構わん、私が搭乗する。大統領閣下の命とカオスエメラルドは我が軍の総力をもって死守するのだ。はっ。悪魔の化身シャドウめ、50年前の恨み、今日こそ晴らしてくれる。シャドウ、頼んだぞ。分かっているさ、プロフェッサー。僕は人類を罰するために生まれた究極生命体。もう僕に迷いはない。邪魔だ、そこをどけ。シャドウ、これ以上お前の好きにはさせないぜ。シャドウ、アークを滅ぼした悪魔め、積年の恨み、今こそ晴らしてくれる。たわけたことを。貴様ら人類を裁くのはこの僕の役目。生きる価値のない愚かな人間どもには僕自らが制裁を与えてやろう。何を？ソニック、貴様も人類に加担するというのならもはや容赦はせん。ついに全てのカオスエメラルドが僕の手に。シャドウ、そいつで何をするつもりだ？僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。愚かな人類を裁くために生まれた天よりの使者。この奇跡の力で醜い世界を滅亡へと導く。そう、それが僕の答え。これで残るカオスエメラルドはあと一つ。よくも我々に逆らってくれたな。言ったはずだ、僕は誰に従うつもりもない。自らの方法でカオスエメラルドを集め、自らの手で真実を探す。ふん、貴様ごときに何ができるというのだ。よかろう。主に逆らうということがどれほど愚かしい行為であるか、死の淵で悔いるがよい。ついに全てのカオスエメラルドが僕の手に。貴様、これで終わったと思うなよ。我々ブラックアームズは決して滅びはせん。僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッ
万物の上に立つ究極生命体。この奇跡の力を操り、全世界を制す。そう、それが僕の答え。僕の脳裏に現れる数々の映像、それに僕を知るあの黒い軍団、一体僕の過去に何が。シャドウよ、何を悩んでいる。貴様、見ろ。あれは今から50年前のスペースコロニー、アーク。アーク、50年前。あれは、さあ思い出すのだ、人間どもに受けた行為を。そして奴らがいかに愚かで醜い生物であるか。こちらマンティス正体ヘビードッグ。逃走中のターゲットと少女を発見。これより両名の始末を開始する。何？お願い、シャドウ。己の利益のためには同類の命をも奪う。人間とは愚かな生き物よ。醜い人間どもめ、僕の前から消え失せろ。まもなく脱出艇の準備が整います。お急ぎください。またしても私はこの国を守れなかった。まだです、まだ終わってはいません。あの黒の軍団は必ずや軍の総力をもって一掃いたします。閣下はその後の国家復興をお考えください。そうだな、君の言う通りだ。どんな状況であっても決して最後まで諦めない、それを彼らに教えられていた。さあお急ぎください。うん。必ずや貴様も血祭りにあげてみせる。往生際の悪い奴らめ、シャドウ、追え。追って奴らに絶望を与えるのだ。カオスエメラルドはこれで5つ。シャドウ、間もなく約束の時が訪れる。一刻も早く我のもとに全てのカオスエメラルドを集めるのだ。あと2つで本当に僕の答えが見つかるのだろうか。僕の全てが。シャドウよ、我がアジトに凍る際ネズミどもが入り込んだようだ。即刻我が星ブラック彗星に向かい、この愚か者どもを始末するのだ。ブラック彗星。シャドウ、これ以上お前の好きにはさせないぜ。シャドウ、アークを滅ぼした悪魔め、積年の恨み今こそ晴らしてくれる。たわけたことを。貴様ら人類を裁くのはこの僕の役目。生きる価値のない愚かな人間どもには僕自らが制裁を与えてやろう。何を。
ソニック、貴様も人類に加担するというのなら、もはや容赦はせん。ついに、すべてのカオスエメラルドが僕の手に。シャドウ、なぜだ？なぜ奴らの味方をする？僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。闇の支配者ブラック・ドゥームに選ばれし最強の戦士。彼らと共にこの奇跡の力で醜い世界を暗黒に染める。そう、それが僕の答え。シャドウ、ドクター。貴様が持つ6つのカオスエメラルド、おとなしく渡してもらおう。今日まで貴様を泳がしておいたのは、そのエメラルドを集めさせるため。さあ、素直に渡すんじゃ。断る。はあ？このエメラルドは僕の答えを見つける唯一の手がかり。渡すわけにはいかない。ならば力ずくで奪うまでよ。シャドウ、覚悟せい。ついに、すべてのカオスエメラルドが僕の手に。貴様、このわしに歯向かうつもりか？僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。己の身を信じ、己のために生きる。もう誰にも従わない。そう、それが僕の答え。な、さらばだ、ドクター。我が命令に背いたな、シャドウ。誰の命令にも従うつもりはない。エメラルドは僕のやり方で集めてみせる。己の立場を理解していないようだな、シャドウ。あのプロフェッサー・ジェラルドに過去の記憶を消されでもしたか。プロフェッサー？まさか生みの親のなすらを覚えていないとはな。何？いずれにせよ、我が命令に背いた罪、その身にしかと刻み込むがいい。ここは。どうやら奴の力を少々見くびっていたようだが、これではっきりした。奴らの進む先に僕の答えはある。どうやらカオスエメラルドとは無縁な場所に来てしまったようだな。そうだ、僕はどこからか逃げ出し、ここで人間どもに捕らえられた。一体どこから、何のために。あの黒い奴ら、むちゃくちゃやりおって。これでは我がエッグマン帝国を築く場所がなくなってしまうではないか。もう奴らの横暴には我慢ならん。エッグマン艦隊出撃じゃ。
まさかこんなものが空を飛ぶとはな。これぞ今から2000年ほど前にこの星へ落とした我が軍の飛行士。これで世界各地に我が戦士たちを送り込む。そう、人類に恐怖を運ぶ箱舟というわけだ。また我々に歯向かう愚かな者どもが現れおった。あれはドクター。あとは任せたぞ、シャドウ。何？そんなバカな、お前は一体。シャドウアンドロイドたちよ、我がエッグマン艦隊をもってしてもあの黒い奴らにはかなわんかった。一旦基地に戻って作戦の立て直しじゃ。シャドウアンドロイド、僕もアンドロイドだというのか。エッグマンの生体反応を確認。こちらに接近中。シャドウ、それにオメガ、貴様らまでもこのわしの邪魔をするか。この裏切り者め。ドクター、説明してくれ。僕に似たあのフェイクは一体、僕も奴らと同じアンドロイドだというのか。その通りじゃ。貴様らはこのわしが作り上げた戦闘ロボットだが、もはや主人の言うことが聞けぬ失敗作に用はない。今日この場でスクラップにしてくれるわ。私こそが最強、エッグマンを倒しそれを証明する。なるほど、そういうことか。かつて究極を名乗った黒いハリネズミ、シャドウ・ザ・ヘッジホッグは死んだ。僕はそのコピー、ドクター・エッグマンが作り上げたアンドロイドというわけか。ならば、僕の向かうべき場所は一つ。ドクター、くだらん兵器を生み出したことをあの世で後悔するがいい。でかしたぞ、シャドウアンドロイドよ。さすが究極と言われたあのシャドウを真似て作っただけのことはある。では早速エメラルドを渡してもらおうかの。断る。は？これは貴様に渡すために集めたのではない。貴様を潰すためだ。貴様、メカの分際で主人であるこのわしに逆らおうというのか。いや、我慢ならん。ドクターエッグマン様の力、思い知らせてくれる。ついに全てのカオスエメラルドが僕の手に。貴様、作り出してやった恩を仇で返しおって。僕の名はシャドウアンドロイド、かつて究極と称されたシャドウザ・ヘッジホックのコピー。この奇跡の力を使い、必ずやオリジナルを超えてみせる。そう、それが僕の答え。な、さらばだ、ドクター。ずいぶんと派手に暴れ回ってくれたようじゃな、シャドウアンドロイド。それにオメガ、貴様らロボットの分際で本気でこのわしにかなうとでも思っとるのか。
ドクターエッグマンを倒し、今日こそ最強を証明する。ドクター、僕らを作り出したことをあの世で後悔するがいい。うん、小賢しいわい。ならばわしとて容赦はせぬ。貴様ら仲良く鉄くずにして溶鉱炉に沈めてくれるわ。ついに全てのカオスエメラルドが僕の手に。貴様、作り出してやった恩を仇で返しおって。僕の名はシャドウアンドロイド。ドクターによって作り出された究極の戦闘マシンだが、これからはドクターに代わって僕らロボットが機械の帝国を築き上げる。そう、それが僕の答え。ターゲット、ドクターエッグマン、完全排除。なあ、さらばだドクター。助かったぜシャドウ。別に君を助けたつもりはない。まあそう堅いこと言うなって。ゲームは競い合った方が楽しいぜ。興味ない。シャドウ、この町にあった3つ目のカオスエメラルドは入手した。もうここには用はない。散歩。さあ第2ゲームの始まりだぜ。 Let's move on。そのカオスエメラルド、僕に渡してもらおう。我がブラックアームズに逆らうというのか。逆らうつもりも従うつもりもない。僕自身の答えを見つけるために僕の手でカオスエメラルドを集める。ただそれだけだ。身の程知らず。いでよマジルブラックブル。この者どもに我らの力を思い知らせてやるのだ。ようやくマシな遊び相手が出てきたみたいだな。四つ目のカオスエメラルドはどこにあるというのだ。あれは…これが各地のリングをかき集めて建設したエッグマンのテーママーク。なんとかしてリングを取り返さないと。カオスエメラルド。うわぁ！わざわざ探し物が向こうからやってきてくれるとはな。わかんねえのかよ。このままじゃ日が暮れちまうぜ。暮れちまうぜ。そう言われてもこういう機械物はさっぱり。じゃあ次は僕にやらせて。チャーミーは引っ込んでろ。僕にやらせて。資格。お前さんはシャドウじゃねえか。ちょうどいいところに。お前さん、確かエッグマンのおっさんと親しかったよな。ちょいと訳あってこのコンピューターの中に入りたいんだが、こいつの動かし方は分かんねえか。奇遇だな。僕もドクターの持つ情報に興味があったところだ。はあ。うほう。安心してる場合か。エスピオ、頼んだぜ。承知。また現れおったな、このコソ泥め。深く
見つかってしまったか。ドクター、教えてくれ。僕は一体何者なんだ。なぜ僕には過去の記憶がないんだ。ふん、まだわからんのか、シャドウ。お前には探し求める記憶などないのだ。取り戻す過去もな。所詮お主を欺くためのザレ言、この場から脱するためにも今は奴を倒すことに専念せよ。よーシャドウ。ふん、貴様か。そう怖い顔すんなって。それよりあの黒い奴ら、どうやら宇宙から来てるらしいぜ。俺たちはこれからスペースコロニーアークに向かう。アーク、カモン、奴らに一泡吹かせてやろうぜ。スペースコロニー、アーク。なぜだ、僕はこの場所を知っている。僕はここで、マリア。死んだ。へへ、早速のお出迎えらしいぜ。せっかくの歓迎だ。派手に答えてやろうぜ。な、シャドウ。一体どういうことなんだ。僕の記憶とドクターたちの言動、全てが矛盾している。僕の過去に一体何が。久しぶりだな、シャドウ。誰だ、この僕を知っているのか。ふん、忘れたくとも忘れられん。私から愛する家族とマリアを奪った憎き仇、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。なんだと、僕がマリアを。兄弟のいない私にとって、マリアは本当の姉のような存在だった。しかし、そのマリアも。あの黒の軍団と、狂気の科学者、プロフェッサー・ジェラルドの、邪神によって生み出された貴様の存在によって消された。僕がプロフェッサーとブラックドゥームによって生み出された。とぼけんな。マリアだけじゃない。貴様のせいでアークにいた多くの仲間たちも犠牲になった。私の家族も。皆の恨み、今ここで晴らす。お前の言うことが真実であるのなら、僕は慎んで罪を償う。覚えていないのか。しかし今は時間をくれ。僕に真実を探す時間を。シャドウ。ドクター。貴様が持つ6つのカオスエメラルド、おとなしく渡してもらおう。貴様はわしのじいさんが生み出した、いわば忘れ形見。おとなしくそのエメラルドを渡せば、命だけは助けてやろう。僕は自らの手で真実を探さなくてはならない。僕のために犠牲となったアークの人たちのためにも。何をわけのわからんことを。このわしの命令が聞けぬというのなら、貴様とて容赦はせぬぞ。
ついに全てのカオスエメラルドが僕の手に。貴様、わしのじいさんに生み出してもらった恩忘れおったか。僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。アークで生まれ、アークで育てられた究極生命体。この先もアークと共に生きよう。力と知識の結晶、罪深き箱舟の守護者として。そう、それが僕の答え。ん？な？即刻この地から立ち去れ。何人たりともアークを怪我させはせん。何をこそこそと企んでおる。ブラックドゥーム、貴様に聞きたいことがある。僕は本当に貴様とプロフェッサーの邪念によって生み出されたのか、教えてくれ。その通り。つまり貴様は我が同胞というわけだ。おい、シャドウ、大丈夫か？ならば、僕は償わなくてはならない。亡くなったアークの犠牲者たち、僕が生まれてしまったことを。ふん、愚かな人間どもに洗脳されおって。ならば貴様も人類と同じ道をたどるがよい。ついに全てのカオスエメラルドが僕の手に。貴様、これで終わったと思うなよ。我々ブラックアームズは決して滅びはせん。僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。過ちによって生まれてしまった危険分子。この奇跡の石と同様、この世にあってはならない存在。それが僕の答え。おい、早まんじゃねえ。奴らの言うことなんて気にすんな。お前さんは。司令官、 B3 地区の通信班からの報告によりますと、ウエストポリスを襲った黒の軍団を森林地帯へと追い込むことに成功。現在は完全に周囲を我が軍で包囲したとのことであります。ご苦労で、シャドウは。はっ、黒の軍団とともに森林地帯へと逃げ込んだ模様であります。 B 地区すべての部隊長へ連絡。あらゆる重火器の使用を許可する。我が軍の威信にかけて、必ずや黒の軍団とシャドウを抹殺するのだ。はっ。シャドウ、今日こそ貴様の化けの皮剥がしてくれる。たかが軍相手に随分と手こずっているようじゃないか。ふんふん、浅はか。何？我々の目的はこの星の生物を絶やすことではない。むしろその逆だ。なんですって？それは一体どういうことだ？すべては明日わかること。明日？シャドウ、お前は明日の儀式まで少々ここで眠っていてもらう。邪魔だ、この醜い下等生物め。つくづく愚かな奴らだ。この僕の前にカオスエメラルドをさらけ出すとはな。シャドウ、助けて。マリア。
お願い、シャドウ、今すぐ来て。おじい様の作った実験サンプルが暴れているの。何？このままじゃ研究施設が全て壊されてしまうわ。お願い、シャドウ、おじい様とアークにいるみんなを助けて。お願い。マリア、安心しろ。プロフェッサーとアークは僕が必ず守る。マリア！お願い、シャドウ、みんなの願いを叶えてあげて。マリア！マリア、シャドウ、上を見ろ。なんだあれは。50年に一度この星に急接近するというブラック彗星か。何やらあの黒い奴らと関係がありそうだな。ブラック彗星。どうしたシャドウ。感じる奴らの気配を。僕の求めるものはきっとあそこにある。おいシャドウ、なぜあの黒い奴らの味方をする。奴らの味方？何をくだらんことを。僕はただソニック、お前が気に食わないだけだ。そいつは分かりやすくていいや。じゃあやるか。望むところ。ついに全てのカオスエメラルドが僕の手。随分とやるじゃないか。僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。究極の名を与えられた無二のハリネズミ。この奇跡の力が僕にさらなる極みを与えてくれる。もう誰にも並ばせない。それが僕の答え。よくぞここまでたどり着いたな。まずは褒めてやろう。ブラックドゥーム、貴様の横暴も今日ここで終わりだ。お前が悪の親玉ってわけか。悪いがゲームは終わりにしてもらうぜ。愚かな。我がブラックアームズはこの宇宙で最も優れた高等生物。貴様らたかがハリネズミに一体何ができるというのだ。貴様が誰であろうと関係ない。この星を愛したマリアの願いを叶える。ただそれだけだ。ならば教えてやろう。貴様ら下等生物がどれほど愚かで無能であるかを。ついに全てのカオスエメラルドが僕の手。貴様ら、これで終わったと思うなよ。我々ブラックアームズは決して滅びません。いつでも相手になってやるぜ。僕の名はシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。マリアが愛したこの星を守る者。この奇跡の石カオスエメラルドを使い悪を裁く。そう、それが僕の答え。
ついに全てのカオスエメラルドを手に入れた。これで僕の本当の答えが見つかる。僕の全てが。よくやったぞシャード。これで予定通り我らブラックアームズ繁栄の儀式が行える。さあカオスエメラルド。シャドウ、シャドウ、エメラルドをこっちへ渡すんだ。貴様何をしようとしてるのか分かっとるのか。奴らはこの星を滅ぼそうとする悪魔よ。浅はかな愚民どもよ、我々は人類を滅ぼしに来たわけではない、救いに来たのだ。何？この星の者どもは騙し合い、競い合い、無益な争いを続けることで死の破滅へと向かおうとしている。我々はこの愚かしい人類どもを絶望という完全なる秩序で守り、真の繁栄へと導こうとしているのだ。我々ブラックアームズに生命エネルギーを供給する家畜としてな。さあ機は熟した。これより繁栄の儀式を開始する。カオスコントロール。バカだ。あいつ、カオスコントロールでこの彗星を地上にワープさせやがった。そんなバカな。僕はこのためにカオスエメラルドを。そういうことだ。我が星は決して惑星と接することのない周期彗星。この惑星と接触するためには我が時空制御能力カオスコントロールを極限まで増幅させる必要があった。そこで我が計画に快く協力してくれたのがあのジェラルドというわけよ。なんじゃと？ジェラルドは我がブラックアームズの優れた生命力と引き換えに50年後7つのカオスエメラルドを差し出すことを約束した。その取引によって誕生したのがシャド、お前というわけだ。僕がそんな。あのマッドサイエンティストめ、己の研究成果のために星の未来を売りおったか。彗星をワープさせたぐらいでいい気になるなよ。ああ、こんな彗星ごとき、この俺様がぶっ潰して。どうした、ナコース。うわっ。この彗星から放出されるガスはこの星の大気と接触すると化学反応を起こし猛毒ガスとなって貴様らの神経細胞を麻痺させる。もうすべて終わったのだよ。さあ我が子孫どもよ、思う存分この星の者どもを食らうがいい。うわぁ、やめて。離せ。やめて。やめて。よせ。人間どもに受けた行為を思い出す。死んだ。そして生まれたのがお前というわけだ。シャドウ、助けて。僕の名はシャドウザ・ヘッジホッグ。一切の過去を捨てた男。誰のためでもなく何に囚われるでもない、自らの意志で目障りな貴様を消す。
貴様を生み出してやったこの我に逆らうというのか。面白い。貴様ごときに何ができるのか、じっくりと見物させてもらおう。シャドウ、頼んだぜ。よくぞここまでたどり着いたな、シャドウ。まずは褒めてやろう。しかしまだわからぬのか、我々の導く未来こそが人類に残された最良の道であるということが。ふん、貴様のザレ言は聞き飽きた。今すぐ僕の前から消えてもらおう。そうか、残念だ。所詮貴様もあの愚民どもと同類だったというわけか。だが貴様の体には我が種族の血も流れていることを忘れてはおらんか。くだらん。あ、貴様何を。言ったであろう、貴様は我が血を与えた下僕だと。まさか。そう、貴様の脳をコントロールすることなど創造主にとってはたやすいこと。どんなに貴様が目を背けたくとも、決して過去からは逃れられんのだ。くそ、そんなバカな。少しダウンじゃん。それはそうと SPO、 早くしねえとせっかく俺たちの手で探し当てた情報が無駄になっちまうぞ。そう言われても、なんでまたしても自分が。ああ、もういいから僕にやらしてよ。ダッパー、こら。動いた。我が息子シャドウよ。プロフェッサー。何？いつかお前にこの声が届くことを信じ、真実を語ろう。この研究所は政府の手によって封鎖されるであろう。研究資料はもちろん、わしや研究所の仲間たちも幽閉されてしまうやもしれん。わしが犯してしまった過ちによって、あの彗星の悪魔と接触してしまったばかりに。ジェラルド。だが聞いてくれ、奴らは50年後間違いなく再びこの星を訪れる。この星を我がものとするために、奴らの脅威に抵抗するためには、奴らの力を利用するしかなかったのじゃな。そういうことか。シャドウ、お前の体には唯一奴らに抵抗できる能力が宿っておる。奴らの彗星を砕くための光学兵器、エクリプスキャノンも用意した。お前はわしら人類にとっての希望の光として生まれたのじゃ。この星の未来を頼む。大丈夫よ、おじい様。あの星は私とシャドウが守るからね、シャドウ。残念だったな、ジェラルドよ。貴様の希望の光とやらはすでにこの有様。ん？ほうほう、我がマインドコントロールを克服しよったか。なるほど、これが僕の真実。もう何も探す必要はない。最後にプロフェッサーの思いを果たし、今日こそ僕は過去と決別する。よかろう。それほど過去を消し去りたいというのなら消してやろう。過去も未来も。さあ来るがよい。
メイドの土産に我が姿、その脳裏に刻み込んでくれる。シャドウのやつ、派手にやりやがるぜ。彼は無事かしら？なーに、心配いらないわよ。彼はなんて言ったって不死身ですもの。さあ、シャドウに貸したカオスエメラルド返してもらうかの。お、おい、てめえ！やったー！よくやったー！皮肉なものだな。我々人類が犯した過ちによって最も苦しめられた彼に人類が救われるとは。彼と悪の犠牲者たちに償うためにも過ちのない未来を築いて行こうではないか。協力してくれるね？はい、もちろんです、閣下。アディオス、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。